皆さんこんにちは。衆議院議員の今枝総一郎です。今枝総一郎チャンネル、今枝総チャンネル、今日も始めていきたいと思います。よろしくお願いします。パチパチパチ。さて、この間子育て支援についてお話をさせていただきましたが、やはり人口減少問題の解決、希望出生率 1.8 を目指していくには、トータルで支援をしていかなくてはいけません。子供が生まれる前の妊娠や出産についても当然しっかりとした支援が必要です。僕自身37歳子育て世代として、また自民党本部の一億総活躍本部事務局長として、この希望出生率 1.8 を目指して、子育て支援のみならずその前の妊娠出産支援もしっかり頑張らせていただいておりますので、今日はそれについてお話をしていきたいと思います。まずは不妊治療に対する経済的な支援、特に保険適用についてお話をしていきたいと思います。現在不妊治療はだいたい6組に1組は行っているというふうに言われていますが、やはり経済的な負担も大きくありますし、いろいろなやっぱり課題がありますので、これをしっかりとサポートしていかなくてはなりません。特にこの経済的な負担感においては、例えば非常に多くの方が行われている体外受精、これもだいたい一番多い金額の負担というのはだいたい30万円ぐらいなんです。ただこの30万円、今も助成金を拡充をして、この30万円ぐらいは支援をできるようになっております。ただいろいろな治療法がありますし、やっぱりその人によってもかなり違うもんですから、保険適用で負担感を一気に減らしていくということが、どうしてもこの不妊治療を多くの方が安心感を持って経済的負担感なく進めていくためには必要です。まずは不妊治療に対する支援からお話をしていきたいと思います。この不妊治療、今では6組に1組が実際に治療を受けて子供を妊娠出産したりしております。しかし一方で経済的な負担感が非常に大きくありますので、これをなんとか支援をしていきたいというふうに思っています。例えば非常に多く行われている体外受精などは、だいたい平均すると1回30万円ぐらいかかってくるんですけれども、これらについても支援をしたいというふうに今これまでも訴えてきまして、昨年にはこれまでの助成額を約2倍に増やして30万円毎回支援ができるような、そんな新しい支援制度も作らせていただきました。しかし不妊治療には本当に様々な治療法があるもんですから、一律で経済を支援をしていくということだけでは不十分な場合も数多くあります。そこで保険収載をしたらどうか、そうすれば1割の負担で済んでいきますし、またいわゆる高額療養費制度によってあんまり高額にならずにも済んできますので、しっかりと経済的な負担感がだいぶ少なくなってまいります。実際菅総理も昨年の総裁選の時にこの不妊治療の保険適用については強く訴えられまして、なんとかこれをやっていこうじゃないか、こんな風に話を進めさせていただいております。しかしここで非常に難しい問題があります。それは不妊治療、一言で言っても本当に数多くの治療法がありまして、まだエビデンスがないもの、そしてもちろん今エビデンスがあるもの、そして今これからエビデンスができてくるもの、いろいろあります。まあ、ですので玉石混交のような状況にありますので、そこをどういうふうに考えて保険適用まで持っていくか、これが非常に大きな論点なんです。そこで学会にこの夏頃までにしっかりとしたガイドラインを策定をしていただいて、そのガイドラインに沿ってエビデンスのあるものは保険適用しながら、
まだエビデンスが十分に集まっていない、もう先進的な治療でまだ集まっていないというものに関しては、例えば先進医療、保険外併用を適用するなどしまして、しっかりと支援できていくような、そんなことを今考えさせていただきましたので、まずは夏までに学会にしっかりガイドラインを作っていただく、こういったところを進めさせていただいております。しかし、まあ、これもあんまり遅れていってもダメですので、やはりしっかりとガイドラインを作っていただいた後は、議論を一気に加速させて、来年度にはなんとかこの保険適用を実現できるように、来年の4月からは保険で適用して不妊治療が受けていただけるように、今準備を加速をさせていただいているところであります。もう一つは出産時の費用負担の軽減です。現在出産費用はいわゆる1割負担の保険適用ではなく、出産育児一時金が42万円皆様に支払われるという形になっております。今愛知県の平均の出産費用の負担額がだいたい45万円ぐらいですので、1割負担よりも少ない個人の負担で出産ができるというような状況にはなっています。しかし僕としてはこれを限りなくゼロに近づけていきたいと考えております。実は昨年度もこういった議論をしておりまして、実際にこの来年から約4000円個人の負担を減らす、まあ、支給額を増やすという方向で今やらせていただいておりますけれども、これについてもさらにさらに進めていかなくてはなりません。まあ、その先ほど言った出産育児一時金を要は増やしていくということで、限りなくゼロに、個人の費用負担がゼロに近づけていくということであります。ここで一つ議論するべきことがあります。それは実はこの出産の費用、毎年だんだんと上がってきているんです。なので例えば出産費用で払った額を全額お出ししますよ、国から出産育児一時金でお渡ししますよというふうになっていくと、青天井でずっとこれが上がっていってしまうということになってしまいます。そういった問題があるので、実はこのなぜ毎年出産費用が上がっていってるのか、どういうふうな費用が上がっていっているのかということをきちんと分析を一度しっかりしなくてはならないということで、今年このような分析をきちんとやらせていただきます。で、僕個人としてはこの分析ができたのであれば増えていく要因がわかりますし、またいわゆる食費のような、まあ、これはさすがに個人負担かなというものも含めてしっかり仕分けをしていって、それ以外の金額についてきちんと自然とですね、スライド式のような形で、費用が上がったらしっかり出産育児一時金もその分上がっていく、そういうスライド性のようなものができないだろうか、私今枝総一郎提案をさせていただいておりますので、これによって、出産費用をとにかく限りなくゼロに近づけていきたいな、こんな風に考えております。最後に地元のこの産婦人科の医療体制、まあ、出産分娩施設の状況、これについてもお話をしたいと思います。実は、例えば僕の地元の一つである蒲郡市では、僕が国会議員になる前というのは、産婦人科のお医者さんが非常に少なくて、地元で生まれる子供、地元のお父さんお母さんの子供であっても、地元で子供が産めない、蒲郡市内で子供が産めないというとんでもない状況にありました。ですので僕が当選をさせていただいてすぐもう一期生の頃から地域に産婦人科のお医者さんを確保していく、産婦人科医療を強化をしていく、そのような行動を始めさせていただきました。そしてこの一期、たった2年の短い期間ではありましたけれども、例えば蒲郡市内で産婦人科の医療機関がありますけれども、ここの体制を強化をするなどを行いまして、先ほど言った蒲郡市の子どもたちは全員蒲郡市内で産むことができる、そういう状況を作らせていただきました。さらに市民病院の産婦人科のお医者さんの確保、これにも奔走させていただきまして、今では
約3人の常勤医の体制というのはずっとキープができておりますし、2017年には今まで行っていた市民病院の1ヶ月の分娩体制、1ヶ月で子供を産むその体制の制限というのも取っ払って、しっかり蒲郡の子供たちは地元で産むことができる、里帰り出産も可能になる、こんな状態を作ることができました。またもう一つ、私の地元で産婦人科のお医者さんがいなくて本当に困っている新城奥三河地域でありますが、ここも私が国会議員になってすぐから実は産婦人科をなんとか新城奥三河に持ってくることができないか、そんな思いで必死にいろんな方に当たらせていただきまして、実はこの新城で産婦人科医をやってもいいよ、出産をしてもらえる分娩施設を作ってもいいよ、そういった方を千載一遇のチャンスで見つけることができたんですが、残念ながらこの時やはり新城市のこの費用負担ということも考えると、やはりこれを実現するのは難しい、こんな反対の声、反対運動みたいなものも実は起きてしまいまして、産婦人科は無駄だ、こんなことも実は言われてしまいまして、これを実現をすることができませんでした。僕としてはある程度の負担があったとしても、地元に子供を産める機関がある、そういう施設があるというのは本当に地元にとって非常に大きな安心感になりますし、これから人口をなんとか維持をしていこう、場合によったら U ターン、I ターン、J ターンを考えれば、地元で子供が産める環境というのはとても重要かなというふうに思ったんですけれども、市民の方からそういった反対の声が上がってしまっては何ともなりません。そういった状況の中で残念ながら今実現ができていないということが今の状況であります。しかし私としてはこれからもとにかく子供を産み育てられる環境はこの地元においても日本全国でも最大限努力をしていきたいというふうに思っておりまして、冒頭も申し上げました希望出生率 1.8 を目指して頑張っていきたいというふうに思っておりますので、どうか皆様も今後も子供たちを一番に考える、子供ファースト、子供一番、そんな思いを、そんな声も含めて大きくしていただければありがたいな、そんなふうに思っております。以上、今日は子育て支援を考える上でも、子供が生まれる前の妊娠や出産に対する支援についてお話をさせていただいてきました。今枝総一郎チャンネル、今枝総チャンネル、ぜひとも登録をいただいて、この後もいろいろと見ていただければ嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。